イブルキャラクタークイズ。あ、来ました、ね。あ、そうだね、バイブル。いやいやいや、いいんでしょ、いいんでしょ、いいんでしょ。何で、ちょっと待って待って待って。何やねんそれ。今、俺がめっちゃそのバイブルキャラクタークイズモードになってるんですが、うん、今違う違う違うみたいな。またまたかと思う。ちゃちゃちゃ。あ、もうこれか。このコーナーを一番楽しみにしてたからね。うん、まあとりあえず行きましょう、うん。今日のお題はこちらです。神様が最初に作った人の名前は何でしょう。アダミ。違う。最後だけ違う。分かってるくせに違う。アダメでもモでもない。ムです、アダムですよ。聞いてますかね。エヴァじゃん。それはまた違うね。あのサスケでのね、の奥さんの方ややかましいもの。まあね、さ、アダムをね、まあ、作られたんですよ。神様作られてね、うん、そしてね、まあ、全てをね、このね、鳥とかね、この植物とかをもう支配するように任せたね、この地球上ね、うん、だけども、しかし全部のことを任せるけれども、しかしアダムって、お前は神ではないんだよってことを言うために一つだけしてはいけないことを決めたんですね、うん、さあそれは何でしょうか。まあ、それあれでしょ、古今東西今でも一緒ですよ、古今東西今でも一緒、うんうんうん、いや違う、いやタッチションだ。今はダメだけどさ、うん、当時はタッチションしかできないでしょ。そう、だってアダム一人なんだから、アダム用の便所とか誰が作んねん。アダム様へとかないの。自分が作ったんじゃない。いやしかもエリアさんの部屋入ってくる。エリアいないっつうんだろ。いやいや、俺の部屋入ってこないわけじゃない。やだわ、全裸のワンルームマンションです。いいから、もう俺の部屋の話しなくていいから。もうこのラジオでどんだけプライベート喋られてるか、もうやかましいよ、ほんと。どんどんもう何でもいいや、もう。まあとにかくタッチション家賃3万。家賃いいから、もう家賃言うな、家賃言うなよ。東京で安いよね、もう。普通安い、ね。いいからもう。その話さっきね、あの牛丼食べながらしてた。あの、まあというわけで、まあタッチションじゃないよ。何ですか。禁断の実だよ。禁断の実。禁断の実を食べてはならない。うん、だけどもアダムが、うん、ね、ほら禁断の実を見てですね、エベがね、うん、大丈夫よ、ちょっとぐらい大丈夫よって言ってね、うん、そしてアダムが言いました、しょうがねえなこの野郎と思って食べちゃった、うん、で実を食べちゃったさ、食べた、食べちゃって、うん、そっから神様にその時追放されるんですね、うん、そこから罪が始まって、ほら神様を裏切るね、っていうね、そのこれくらい大丈夫っていうところから罪が始まって、そっかエデンの園から追放されるってことがあったんですね、はいはいはい、それが罪の始まりだってアダムの話だね、ちょっとしたことやんな、ちょっとした、ね、うん、このね、これくらいなら大丈夫って思ってやってしまったっていうことで、うん、相手にこう損害を与えられてね、はいはい、これ俺もね、いやあったな、いやいや、いつもいつもってなんだよ、いつもやいつもっていうね、いつもやん、これぐらいみたいな、口癖なってるやん。そうだね、うん、1年これくらいやから悪いことばっかりやって、これくらい飲んでも大丈夫やないやで、食っても大丈夫やで、いやいや、そういうわけで俺はね、うん、中学校時代にね、うん、あのサドルをね、あの、うん、抜く癖があったのね、あの人の自転車のサドルを抜いて、うん、はい、他の自転車に刺して、そのサドルをまた違うところに刺してって、サドルを街中交代交代してるんで、そういう遊びをしてたのね、サドル抜きまくってたのよ。それがなんかね、面白いと思ってた中学校じゃね、サドルをパ、サドル名人みたいな、そういう優越感に浸ってたんだけども、交番行こう、そうそれが悪いっていう自覚がなかった時に、うん、ある時にね、うん、なんか張り紙しちゃったのね、はいはい、私のサドルを返せって、そして他のところに行っても私のサドルを返せ、うん、私のサドルあっちこっちにサドルを返せっていう風に書いてあった時に、俺はビクンってきたの、やべえと思ったのね、犯人は大内エリア、そう俺だけが知ってる犯人みたいな感じで、うん、誰にも言えなくてやべえと思った時に、サドルを僕は街に回って元に戻しに行ったんですよね。その時にそんなこの自分のさ、このちょっとくらいっていうことが向こうにとってはその致命的な損失であることがある、俺の中でどれもサドルやん、同じやんけ、全部同じサドルやんけ、思ってるけど、そういうことやなって、自分にとって軽いと思っても相手に大きな損失が、いやー、それは何を思ってんだよ、辛いわしないよだろうな、うん、っていうかね、本当にまあ、アダムのことから始まりね、する軽さとされる重さっていうのを改めて考えさせられますね、うんうん、今日はアダムについてでした。